アイランド型カッターはアメリカ沿岸警備隊のカッター。高所線形は110フィート級。本級は従来使用されてきた82フィート級カッター及び95フィート級カッターを更新するために開発された。コストを削減するため、設計は VT グループの既存の準備指定に基づいている。平らパン線形で、船体は構成。 上部構造物はアルミニウム合金製とされており、高天時の運用で安定性を確保するためにフィンスタビライザーが装備されている。ただし、収益当初は高天時の運用で船体に亀裂が入るという問題があり、WPB-1317 以降では選手部が強化された。選手部未強化の WPB-1301 から1316は、 A シリーズと称されており、また、選手部強化済みのうち、機関が、パクスマン・バレンタ 16CM であるものを、B シリーズ、キャタピラー 3304T であるものを、C シリーズと称する。本型は、主兵装として、マーク、38-25mm 単装機関砲を一機、搭載する。これは、人力未産砲の単装型マウントに、 25mm137 弾を使用するチェーンガンである M242 ブッシュマスターを搭載したものでアメリカ海軍や沿岸警備隊の艦艇に広く搭載されているものであるが発展型のマーク38モッド2や海上保安庁の 20mMRFS のような遠隔操作 FCS 連接型の機関砲システムに比べると射撃精度の点では大きく劣る。123フィート級のマタ、ま、ゴルダ。黄色い柵に囲われたスリップウェイト SRP 複合艇が見える。2002年より沿岸警備隊の総合的近代化計画である統合ディープウォーター計画の一環として一部の同型船に改修が行われた。これは 船体後方を4メートル延長させて、ここにスリップウェイが設置し、7メートル級の高速複合艇である SRP を搭載するというものであり、回収された8隻のカッターは123フィート級カッターと称されるようになった。しかし、船体延長工事は強度の低下を招き、船体に亀裂が生じるなど深刻な問題が生じたことから、 2006年には123フィート型の前提が退役に追い込まれている。いくつかの同型船は、アメリカ国防安全保障協力局が実行する余剰兵器援助プログラムに基づき、数カ国の外国海軍と沿岸警備隊に譲渡されている。ありがとうございます。